りゅうくん、のぼくん、むぐっちゃん、りゅうじんさん、まさきさん、はまっちゃさん、デミタルさん、えりさん、なはろさん、ひなてやんなそ、さまきさん、はなちゃん、ひでとさん、まりのしょうじさん、さとしさん、まとりんさん、あばったんさん、よしきさん、ちょっと待ってね、まぶしい、びっくりした。まだメイクできてないんだメイクできてないんだ、私まだ未完成だからね。そう、慌ててやってるへえ、1時間前ぐらいに起きてね、眠いそうな、そう全然用意できんかったあ、なんかモンブランが増えてる、すげえ、モンブランありがとう。11月だからね、今日は。そう、11月になって初めて配信します。あれ、なんかチークつかんないけど、なんで？色味がわかんない、ショールーム明るさがもしかしてめっちゃ明るいとか、こんぐらいか全然ついてないんやけど、なんで？あれ？あれ？嘘？めっちゃついてるんだけど、びっくりする、やだ。ショールーム配信ね、全然チークの色が出なくてね、困る。めっちゃついてた、今びっくりした。いや、急ぎ急げ、急いで用意しなきゃ、急ぎ急げ、よいしょ、パー。はい、じゃあ今日はね、とりあえず最初は七並べの壇上さん読んでいきたいなと思って。あー、メールに送るの忘れとった、今日ショールームするって、ショールームするってメールなんてないや。スマホあった。サンタさん可愛すぎたんやけど、嬉しい、昨日来てくれてありがとう。そう、昨日サンタさんの青いねサンタクロスやったの。ブス、朝ごはんまだまだだよ、ひなも。あれ、うん、かわいい、ありがとう。ちょっとショールームがいつもの色と違う、外が明るい時にショールームしないから。じゃあ先月の推しメン応援イベントのランキングを読んでいきたいと思います。第10回ですね、記念すべき第10回は5位で終わりました。いっぱいやってくれてありがとうございます、ショールームありがとう。あ、テロップ書いてないや。インスタを始めました。よーん、インスタ、ですね、じゃあ神セブンですね、これは神セブンを読んでいきたいと思います。7位、ゼッキーくん、おめでとうございます、パチ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 、わーい。7位、記念すべき7位はゼッキーくんです、おめでとう。はい、今月も七並べ頑張ってください、7位に入れるように頑張ってください。セブン、ラッキーセブン。そして6位がスマイルさん、スマイルさんおめでとう、パチ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 、スマイル、スマイル、スマイル今月もね、ショールームいっぱい来てくれてありがとうございます。そちらでもいっぱい来てくれてありがとうございます。そして6位、ん違う、5位、
秀明さん、秀明さんおめでとうございます。多分秀明さんですね。おめでとうございます。秀明さんは、お嬉しい、岩田ひな楽しみにしてくれてる、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。そして喉痛い。4位、山の山さん、おめでとうございます。すごい、ひなのアイコン持ってる山の山さん、こうやってるやつ。おめでとうございます。4位ですからね、いっぱいやんなきゃ4位なんてなれないんでね。あ、こっからもう1、10、100、1000万、10万、100万、600万も、すごい、めっちゃ頑張った、おめでとうございます。そして3位はドゥルルルバーン、好きなすじゆうさんです。おめでとうございます。じゆうさん、昨日もありがとうございます。すごい、3位ですよ、おめでとうございます。キラキラーってなってる、キラキラーってなってる3位から。そして2位がドゥルルルバーン、アッキー半端ないってさん、おめでとうございます。半端ないって今日ちょっと喉の調子が悪い。アッキーさん半端ないです、ありがとうございます。パチパチパチ、すごい、2位。そして栄光栄光なる第1位はドゥルルルルバーン、ひなちゃんだそう、アットワーク全力さん、おめでとうございます。さすが、すごい、800万もやばい、めっちゃないとこんな数字にはならないです。すごい、さすがひなちゃん、押し神、さすが、半端ないっすもうね、もちろん2位も3位も半端ないんですけど、さすがでございました、おめでとうございます。ありがとうな、そう、ああおめでとう今月も頑張ってください、皆さん。ひなの七並べ、今月ね、あの休み時間とかにやってるんでね休み時間学校みたいに言っちゃったけど、休み時間とかにやってるので、そう、遭遇しましょうね。髪の毛伸びた、そう、伸びたよ。100落ちたけど、どうなったんや。ちょっとインスタフォローしてありがとう。あ、はなちゃん、くまちゃん、ありがとう。くま、寝起きは喉やばい、それな、寝起き喉やばすぎん、ほんとに無理。インスタコメントしてきた、ありがとう。ひな、インスタ始めたんですけどね、もうインスタやったことないんですよ、ひなさん。岩田ひなさん、インスタやったことない、現代っ子じゃないのでね、ちょっとインスタというものをやったことがなくて、全然わかんなくてですね、あのコメント返したりしたいんですけど、あのコメント返したりとかね、あのいいね押したりしたいんですけど、そうやっていいのかなと思って、ストーリーまだか、今さっきやった今さっきショールームしますよーってやつあげた。めちゃくちゃ下手くそなの、もう無理なの、ひな、インスタ無理なの、苦手。インスタおろした、ありがとう。どうする、うん、そう、インスタはね、ちょっとあまり英語さしないようにしてるんですけど、どうする、何笑ってんねん。開始しなくてもええ、開始しなくてもいいですか。でもみんなは返してほしいかなと思ったり、返した方がいいんかなと思ったりしてるんですけど、どう思いますか。インスタ見よう、見て、ここはひなさん、くまちゃん、ありがとう、くま。返すの大変、いや別に返すのは大変じゃないんですけど、そう、私みんなのコメント読んでるだけだから別に大変じゃない。あ、ゆうわくん、ゆうわくん、くまちゃん、ありがとう、くま。そう、別にね、コメント返したりいいねをしたりするのは全然大変じゃないんですけど、そう、そういうことしてもみんな怒らないかなと思って怒らないかなと思って、コメント返して、あ、送ってないって書いてない、やりなさい、今すぐフォローしなさい。
見です。システィーのメンバー皆さん頑張ってください。ありがとうございます。まあ個人の自由、そうですね、拗ねる人が、そう拗ねる人が出てきちゃうかなと思って、やるかやらないかで悩んでる今。遅刻したのダメじゃん。コメント返してくれるの？そう、返そうと思ってるの。でも拗ねる人が出てくるからやんない方がいいのかなって思ってんの。どうしようって思ってんの。どうする？拗ねるよ、拗ねないでみんな。拗ねちゃダメだよ、すぐ拗ねちゃうから。みんなすぐ拗ねちゃう、だってすぐ拗ねちゃうじゃんみんな。どうしようかなと思って、そうだから今から投票で決めたいと思います。こじらせる、こじらせないでよ、スネオくん、スネオくんにならないでよ。本当にランダムでやるからさ、本当にランダムでやるからさ、すねないでください。はい、投票します。1番、インスタでもコメントを返したりいいねを押したりしてほしい。2番、そんなことしたら僕拗ねちゃうからしないでほしい。これでお願いします。はい、1番、インスタではコメントとかいいねを押してほしい。2番、拗ねちゃうからしないでほしい。そう、拗ねちゃうからみんな、すごい拗ねちゃうから。1番、インスタはコメントも返しておん、1番、インスタでもコメントとかいいねをしてほしい。2番、インスタでは拗ねちゃうからしないでほしいでお願いします。拗ねないけど返さなくてもいいと思う、それでもいいですよ、別に返さんでもいいよみたいな人は2番。返してほしいな、ひなちゃんから、もしかしたらもらえるかもしれないから返してほしいなって方は1番でお願いします。そう、5、4、3、2、1、0、一番の勝ち。分かった、私は一番最初にコメントをしてくれた人にいいねとコメントを返してあげる、それでいきます。一番最初に私のインスタを見てコメントをした人にいいねとコメントを私は返します。そうします。そう、分かった、それでいこう。もうそしたらみんな拗ねないでしょ。拗ねた、それで拗ねたら早く見ろよってことだからね。そうするね、早いもん勝ち、そう早いもん勝ちにしたいと思います。一人だけ、そうでもこれからいっぱい投稿していくつもりなのでね、何回もチャンスあると思うんで皆さん頑張っていただいて。じゃあみんな拗ねちゃうじゃん、だってさみんな拗ねちゃうじゃん。ダメだよ拗ねたら、分かった。うん、そう、待ってね、よいしょさ、くまちゃんありがとう。せめてね、そう100人はね大体返してるじゃん。どうしよう、無理ゲー、そんなことある。じゃあ確かに、でコメントとか適当になるか。じゃあ一番最初にコメントをした人にいいねをして、まあそのコメントがめちゃくちゃ良かったら返すんですけど、それでそれプラス、うーん、どうしようかな、それプラス10人か20人ぐらいにコメントは返したいと思います。10人から20人ぐらいに、 人投稿10人から20人ぐらいにコメントは返していきたいと思います。そうしようかな、
12にする。みほちゃん、みほちゃん、パワーありがとうです。ひなたわーが立ったわー。わっしょいわっしょい。ありがとうございます。みほちゃん、みほちゃん、かきかき。ん？あらま。よいしょ、ありがとうな。カキカキ、どうしようかな。定期でやればいいよ。いや、毎日一投稿は絶対するって私の心の中で決めてるんだから、やだよ、やだよ、1投稿するんだよ、私は絶対するんだよ。インスタフォローしてありがとう。コメントはやめよう。コメントやめる？じゃあ分かった、コメントはやめるわ。コメントはやめていいねだけするね。でもいいん、難しい難しいな、人生難しいからさ、どうしようかな。悩むな。拗ねちゃうからコメントしないでいいかな。いいかなって思ってきた。全然黄色出てくんないんだけど、何この黄色。あ、出てきた出てきた。いつも投稿楽しみにしてる、ありがとう、頑張ります。おしゃれな可愛いインスタを目指して、やっとひな頑張りたいと思います。タワー、みほちゃんタワーありがとう。あー、ペン落とした。めっちゃ黄色見えにくい、見て、ピヨーとよく書いてます。そんな感じです。じゃん。黄色見にくかった、初めて黄色使った、ありがとう。黄色、ひよこ、そうひよこ、そうだからコメントはしなくて、いいねだけ最初に来た10人までにしました。10人までにしますね。いいねだけ最初にコメントしてくれた10人にハートをしたいと思います。それでいいですか。のりしおさん、くまちゃんありがとう。くま、どうする、それがいい。インスタコメントしてありがとう。いいよ、わかった。パツさん、くまちゃんありがとう。それでいいっす。わかったよ。じゃあみんなが言う通り、私はいいねを最初に来たベスト10の方に会いでいきたいと思います。なので皆さん早めに投稿は確認して、あ、でもいいねをねつけたからといってね、もちろん10人以外の人のコメントも全部読んでいられるので、皆さんコメントは
した方が、ひなちゃんはちゃんと全部見てるから嬉しいですよって感じでございます。そんな感じ。了解です。分かった。えらいね。そうします。インスタフォローした、ありがとう。ショールームのフォローもぜひぜひよろしくお願いします。もうちょっとで1万8000人になります。おめでたい、おめでたいちゃんね。1万8000人なんかぽい。え、のりしおさん、くまちゃんありがとう。コメント読んでくれるだけ十分でございます。いやー、ほんと全部ちゃんと読んでるんでね、ほんとにコメントしてねもう達成してる。1万8000、ああもう達成した、あーあー、足が言ってないよ今日、ああ喉痛い、起きたばっかりだからもう痛い嬉しい。1万8000人フォローありがとうございます。フォローした、ありがとう。点灯式楽しかった、それな。やっぱくまちゃんありがとう、久しぶり。おーおーおおああ嬉しい、いっぱいフォローしてくれてありがとう。インスタン通信料ゴリゴリかかる、そうなん、やばいな。昨日楽しかったからおろした、ありがとう。昨日はすごい楽しかったです。岩石でおろした、お岩石、昨日楽しかった、ありがとう。じゃあ好きなぞ、好きなぞ。わたさん、くまちゃんありがとう。うんまーん、くまーん、いいねだけしてきた、ありがとう。いいねもね、なるべく全部にしていただいて、インスタローしてきた、ありがとう。そう、いっぱい皆さんにね見てもらえるように頑張ります。みんなも初めて来ました、かわいい、ありがとうわっしょいわっしょい。うん喉が痛い、あ声が出ない、あーあーあーあああ声が出ない、あとでフォローする、お願いします。今日声が出ないんです、岩田ひな選手喉飴、喉飴プリーズミーヒア、風が分かんないんで、あー声が出なくなってる、あてはい、あ、りょうくん、くまちゃんありがとう。うんくま草はやめなさい、大丈夫大丈夫だよ、元気だからね。最近ついてヘビロテだぞ、お、ひなもヘビロテしてるよ。ひなはちゃんと全部入ってる音源でヘビロテしてます。ひなさんは知らない2番をのりしおさん、くまちゃんありがとう。無理しないように、優しいね、全然。最強ツインテールも見てくださいお願いします。そう、今回の MV 撮影とかもねすごい話したいんですけどね、今日もね、あの J リーグ、あの岡山 VS 山口を見に行きたいと思っておりますのでね、見に行って応援するしたいと思っているので、結構映ってた、そう結構映ってるんですよあワンショット撮影はめちゃくちゃ緊張するおはよう、おはよう、えはぎさん仲良くなりましたよ、写真一緒に撮った、そうたくさんのメンバーさんとお写真撮っていただけたので、もう場面をねぜひ撮っていただいてそしたら見れると思います、まだ送ってないので。アホーマンさん、こんにちは、ありがとう。そうちょっといろいろ忙しくてですね、最近全然ショールームまで来てなくてごめんなさい。気をついてる、先をね、お気をつけて、あまり、優しいかよお豆お楽しみに、そう宣伝上手やから、お楽しみに
他のメンバーさんとの写真もいっぱいあげます。MV フル、そうだね、めっちゃあの最後の方をね頑張って止めていただけたら、最後の方ひながひょこって飛び出してるので2番からもお楽しみって感じですそう、 MV の最後の方ひょこって0.2 秒ぐらいひょこってしてるからアーピナスコありがとうひょこりなそ、そうひょこりなそしてるのでね、ピヨコリハン、そうピヨコリ、あ懐かしい、それピヨコリハンしてるのでね、ぜひぜひ最後も最後から2番も楽しみにって感じですMV めっちゃ可愛い写真もうちょっと撮れてるのでインスタさんに上げていこうかなと思うので、インスタさんもよろしくお願いします。うーん、YouTube 再生回数まあまあ感じしてる、ありがとう、いっぱい見てくれて、うーん、そうな感じです。アップひなちゃん、そうアップひなちゃんもあったり、そう A メロではね、あココナさんとあとサトピーと一緒にねこう持ってたりするので見てみてください。昨日イルミネーションインスタギター、あ確かにインスタ映えでしたもんね。ひなも写真撮ったのでまた後々上げていこうと思いますそう、あむぐちゃん、くまちゃんありがとう、くまごめん目遅くなっていいよ、そうサトピーって呼んでる、そうサトピーって呼んでるひな卓球してくるの、いってらっしゃい、うん、お久今来た、ありがとう、来てくれて、幕張メッセいいですね、幕張メッセ今日なんかあるん、うん、勉強する、バイバイ、久保里姉ちゃん、そう久保里姉ちゃんドラニーの時に仲が良くってサトピーって呼んでたんですよ、ずっと、だからひなはサトピーってずっと呼んでるんです。そうインスタもねフォローをね、メンバーさんをねフォローしたいんですけどね、なんか私勇気が出ないんですよね、フォローするっていうのに対していいかな、ちょっと勝手に失礼しますって感じでフォローしてていいかな、メンバーさんのこと充電ないか落ちるな、そうバイバーイ充電器ちゃんと持ち歩いてください。ごめんなさい、 NGT 沸きしてて、なんや自分から報告していくスタイル大学行ってくる、行ってらっしゃいメンバーだろう、そうかな大丈夫かな、こいつ勝手にフォローすんなやって感じかなと思ってわかんない、私人間欲しいなのかな、そう思っちゃうあたりあじゅうさん、こんちゃん、ありがとうございます、まあ、じゃあ勝手にフォローしていきたいなと思いますギフインさん、クワちゃんありがとうございます、クマ考えすぎか、そっか、いやっぱ考えすぎちゃうんだよな、ひな人間関係に関してはすごく考えすぎてしまう体質なのからな、そうか分かったよにフォローしよう、勝手にフォローさせていただきます、メンバー様、数々の先輩メンバー様勝手にフォローさせていただきますがごめんなさいはい、うん、メンバーは嬉しいと、そうですか、大丈夫かな人間不信感すごい、無言フォロー無言フォローごめんね、自発失礼します、 FF 外から自発失礼しますって感じなんですが大丈夫でしょうか、それわかる、俺は人間関係そうわかる、めっちゃわかるよ、ひなも軽く考えていこう、そうだね、フォローしたありがとうって感じなんですが、
ナナさんはもうね最初にフォローした。そう、あの STU 公式とチャーミングトリップチャートリチャートリのメンバーをフォローした後にすぐナナさんをフォローした。ナナさん、ナナさん好き、ナナさん。設楽さん、ごめんなさい、ありがとう。カマ。いなちゃんが2桁でフォローした。すごい、すごい、見つけるの早い。俺のフォローしていい、ダメいなちゃん、昨日点灯式寒くなかった。寒くなかった、全然。なんか意外と、うん、意外と過ごしやすい気温でした。欅さんの握手会、あ、今日欅さんの握手会なんですね。若い目線、なるほど。最強ツインテールが好きすぎてずっと口ずさんでたんですよ最近みんなにショールームで口ずさみそうになるんで、本当にバレないようにしてた、ずっと最近。おちゃんもくまちゃんありがとう。くま、あ、今日さや姉さんの卒業公演なんですか。マジ、そんな、そんな。昨日三大賞が最高式だ、ありがとう。うんうんうん。でもね、一番と二番がね、もうなんかよく分かんなくなっちゃってるからね、今ね。そう、二番歌っちゃいそうでね、歌えないの私、ショールームで。二番間違えて歌っちゃいそうだから歌わないから。二番公開するまで待っててほしい。いや本当に一番二番が分かんない私。わい。でもなんかどこからか二番まで公開されたとかいう情報を聞いたんですけど、公開されてるのか分かんないんで一応歌わないでおきます。うっかりかじさみそう、そうね。そう、2番はちょっと危ないかなと。あ、大田区だけ1月6日2枚だけ、あ、来てくれるの、待ってるね。昨日の愛知の善悪、愛知の善悪で流れたの。フル解禁は ANN さんで流れたの。アラサーでも最強ツインテールしたい、ぜひしていただいて、ハッシュタグ左部していただいて、見せていただいて。僕の好きな最強ツインテールな、最強ツインテール。で、だだ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 だ。二番歌っちゃいそうで怖い、全然大変。うっかり歌っちゃいませんのでね。もうちょっと待っていただいて。ひひ。まだ聞いてないんだよね、聞きや早く。今普通に最強ツインテールはなんか歌詞的になんかもうひなもすごいあの髪型で、アイドルがする髪型でツインテールが一番可愛いと思ってるんですよ。そうだからね、めちゃくちゃ歌詞に共感した。こじはるさんは私フォローしてますよ、1日目からも。私はこじはるさんとミルキーさんとマリアイキさんとともちんさんをフォローしました。なぜなら握手会を行ったことがある。いわゆる推しメンという人、推しメンをフォローしてました。OG の推しメンをフォローいたしました。すいません、いた、止まった、止まっちゃった。
ことあるメンバーはフォローしたいなってところで、はい。あ、ミオニーさんフォローしない、やば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 、急いでフォローしないと。そう、 DD じゃないもん私。DD じゃないもん、なんで。すぐみんな DD っていう、なんかひどい、ひどいよ。トロとどうでしょう、そう、マジ亡霊オタクなんでね、困っちゃう。幽霊なんで浄化されます。今日めちゃめちゃありがとう DD、 私せやで。アルティメット DD やもんな。待って、だってもう卒業されてるし、別に DD も何もなくないです。反抗する。別に卒業されてるし、私は DD でも何でもないと思ってるんです。浄化してください、浄化いたします。あー、しません、一生しません。正論。開き直り、そう、開き直りました。今日サッカー、そう、今日サッカー、 あ時計見るの面白い。一応オタク制限マジ、いや、これはマジだから、私 STU をもし卒業したら絶対 STU のオタクとして普通にライブとか行ったりするんで、皆さん見かけた時には何も声をかけないでいただいて、あ、ひなちゃん卒業された後オタクとして人生楽しんでるんだなという目で見ていただければ嬉しいなと思います。って感じ。本当にライブレバーそう、ライブ連播もしかしたらしちゃうかもしれないんですけど、その時もあー、ひなちゃんと連播しちゃったわ、やべえこいつミックス売ってる、やべえと思いながら連播していただけたら嬉しいなと思います。そんな感じ。うん、山口和歌山どっちも応援しますよ今日は。何年先、何年先かね。だからみんなもずっと STU のオタクはやめないでいただいて。おはよう、おはよう。ガチも、うん、ガチもやから、ガチオタクやから、ガチオタしてるから。だってね、もう STU のオーディションの頃から私は STU を知っているから、もう子さんファンよ。めちゃくちゃ子さんファンとして私は生きていくからね、 STU 卒業した後絶対そうやって生きていくからね。うん。ひなちゃんする、やったー、最高さ、それの最高さオタクよ。 STU のね、第一次オーディションからね、みんなのことしてるから、もう最高さオタクとしてよろしく。みんな涙たえたとちゃあかんかん。はい。はい、そんな感じです。お強い、そう、お強いオタクなの。日常オーディションからみんなのこと応援しているお強いオタクなので、こんにちはって感じで。やめないです、当分はやめんけど、やめた後オタクしてるっていう話。うん、ね、しかも全部、私全部ほとんど6人バージョンとかはたまに出てないけど、ほとんど私、ひなね、すごい嬉しいことでね。ひな最近自分のこと私って言っちゃう。ね、インスタをね、私でね、言おうとしてね、頑張ってたらね、私っていうようになったの最近。すごくない？インスタを私でつぶやこうと思ったら、最近私で普通に喋ってて出るようになってきたの。ずっとひなね、ひなねって言ってたのに。嬉しい。ひななりにって言ってた。え、嘘だ、ひな、私な、え、嘘だ、それは嘘。いやいやいや、だって私ってツイートしてる、私は全部私って全然。すごくない？頑張ってひなを直してるの今。大人にならないで。私はひなって言ってないもん、ひなのことひなって。そう、でもメールではひなっていうの。そう、ドラゾン帽子の山くん、くわちありがとう、カモン。そう、まあ、ショールームはひなって言おうかな。
インスタだけ私用意するわ。久しぶりに来れた、ありがとう、見に来てくれて。そう、ひなはね、そうよくね、私って言わなくてね、ひなって言っちゃう。なんだっけ、そう、ひな一番公演に出させてもらっているんですよ。嬉しいことね、スティーの公演。そうだから、ほとんど全会場を行っているので、めちゃくちゃめちゃくちゃ会場も行くし、昔からのファンなので、私が一番最強のオタクになってみせます。くま、あ、何しょうさん、くまちゃんありがとう。くま、そう、さすがやん。一回欠席した、ほんと一回ぐらいなんだよね、多分出てないの。ひなも思ってる、遅れてしまった。こんにちは。こんにちは。頭上がらん。そう、PO として生きていきます、私。にゃん、はい、ホフマンさん、クマちゃんありがとう。クマ、さっき伊勢田さん、そう、ひなの、そう、アンダーっていうのかな、さっきだからね、さっきの生誕祭以外は多分ひな全部出てると思うんでね、マジで。インスタフォローしてありがとう、フォローしてくれて、セキュー助手、そう、私の助手ひなの助手、ひなの助手の妹ピオでございます。ひなのセンターさん、わからない、ひないつやるんやろ。最近のメンバーはいないと思う。ひなが一番出てるのが多いから、それでもひな一回出てないから、そう、そうなんです。でもめっちゃ出てるんです、私。多分もうちょっとで100回目公演なんですよ。でも100回目公演がいつか分かってないからな、もうちょっとででも100回目公演だった。うん、嬉しい。黒グッグを買うか迷う。福袋買いたい、ひなも。生誕祭っておもろい、感動する、なんか、うん、いい公演だったなって感じで終われる、生誕祭は。そう、いつもこう、わあ楽しかったなって、今日もって感じだけど、生誕祭の後はいい公演だったなって終わる。そんな感じ。今日インスタ始めた、嬉しい、フォローしてね。泣けるね、泣けるね。ふーちゃんので泣いたの。あふやきはすごい楽しかったね。ひな行けなかったらマジ自慢する。みんな来てね、ひなの生誕祭待ってるよ。いつかわかんないけど2月21日が誕生日なんですけど、そういつかわかんないんです、まだ治安悪いの。そう、治安悪い、そう、めっちゃ治安悪かったね。45分だ、あと、じゃああと3分、48分になったら壇上じゃない、スペシャルギフト最後読みしますね。絶対行く、待ってる。アピオ、アピオ、あ、カメラさん、クマちゃんありがとう、クマ。あ、おーちゃん、クマちゃんありがとう、クマ。寂しいのも終わり、そう、今日はでもこの後、あの、岡山 vs 山口をね、見に行くのでね、あ、見に行く、応援しに行くのでね、そこで会える方は一緒に応援しましょう。って感じです。そうだから、ちょっと早めに終わっちゃいます。でも最近は全然ショールームできないけど、あの、公演とかでね、いろいろ皆さんと会えてるので、ひな的には満足しています。そう、でもショールームもいっぱいやりたいなと思ってるので、なるべくできるときは通
頑張ってやります。はい、あと今日決まったことで言ったらインスタを始めたんですけど、そうインスタは初めにコメントをくれた人10人にいいね応援していきたいなと思いますので、インスタぜひぜひ皆さんチェックお願いします。コメントは全部読んでるのでね、全然後からコメントしても全部読んでるので10人だけじゃないので、そうよろしくお願いします。その辺も本当に読んでるからね、本当にね、本当に読んでる、ひなりぷも見てるしね、全然ほとんど私見てるから大丈夫だよ。わかりました、よろしくお願いします。コメントするしてね。そうツイッターもちゃんと見てるんでよろしくです。11番目やったら泣かんでね、11番やった人もそんな感じ。そうまだストーリーとかも全然よく分かってなくってね、全然私インスタ慣れてないからね、そうもうちょっと勉強したいなと思います頑張ります。そうチャートルよろしくお願いします。うん、ストーリー投稿する、そうさっきショールームするっていう投稿した初投稿頑張ります。なんか動画とかを載せるのが多分ストーリーなのかなって感じがしたので、私的に動画載せていきたいと。あ、タツさんクワちゃんありがとう、な感じです。それ見てきてありがとう。通知オンにしてたら多分来ると思うので、オンにしておいたら多分早めにコメントできるかなって感じ。4時8分の朝ありがとう。じゃあスペシャルギフト読んでいきたいと思います。締め切り、はい、マリノコーディさん、あなたはありがとう。テラス帽子のゆうまくん、だるまありがとう。お茶くまちゃんありがとう。マリノコーディさん、あ、花束とモンブランか、ありがとうございます。ともいさんモンブランありがとう。たつくん、くまちゃんありがとう。あれ言ってなかったっけ、言ったっけジモンさん、だるまありがとう。ケンタロウくん、アイスありがとう。あったんさん、花束ありがとう。のりしおさん、花束ありがとう。ふじまさん、だるまありがとう。レムニャン、ハートありがとう。テレサボスネームくん、だるまありがとう。にゃんにゃんにゃん、アルタさん、モンブランありがとう。アタンさん、ダルマありがとう。ジーフさん、ダルマありがとう。ラストさん、モンブランありがとう。ジーフさん、ダルマもありがとう。ホーマンさん、ダルマありがとう。ユミさん、アイスありがとう。タツジンさん、アイスありがとう。ノリショウさん、アイスありがとう。カブラさん、アイスありがとう。ノリジョーさん、アイスありがとう。あ、瀬戸京太郎さん、あなたはありがとう。あれ？なんか飛んだ。ラストさん、モンブランありがとう。なんで？ジーフさん、アイスありがとう。社長さん、ありがとう。ゼッキーくん、モンブランありがとう。なっちゃん、モンブランありがとう。ジモンさん、モンブランありがとう。エジオデートさん、モンブランありがとう。おうちゃん、あ、くまちゃんだった。はじめさん、モンブランありがとう。ジフさん、アイスありがとう。レブニャ、だ、花の花、バラ、ありがとう。また、アイスありがとう。ジロくん、モンブランありがとう。花ちゃん、アイスありがとう。あたん、アイスありがとう。デッキくん、アイスありがとう。ホマンさん、モンブランありがとう。しまちゃん、バラありがとう。徳島のひーくん、モンブランありがとう。あまちゃさん、だるまありがとう。アイスマありがとう。ジフさん、アートありがとう。アリノコウジさん、バラありがとう。なんて書いてある、デーサイバーハートさん、モンブランありがとう。にゃんにゃんにゃん、かずんどこさん、アートありがとう。あったんくん、モンブランありがとう。はい、じゃあ壇上も読んでいきたいと思います。いきまーす。あ、今来たスペシャルギフト読んできますね。東山のまこちゃん
あくちゃん、くまちゃんありがとう。くま、うん、沈黙した。恋人ようさん、モンブランありがとう。みほちゃん、モンブランありがとう。かずんどかさん、モンブランありがとう。やいぽだるだだだだ、たなたもありがとう。読書に行く、アイスありがとう。あ、この辺いた気がする。ここはひなさん、モンブランありがとう。お父さん、アイスありがとう。おしまい。団長を読みます。13位、りょうくん、超久々の初老になってごめんなさい。いいよ、やらせてあげる。忙しい時はね、あるからね。ひなも最近ショールームやってなかったのはあるからね、多分。ごめんね4日間ぐらい多分やってなかった、やばい。ごめんね、来てくれてありがとう。12位、テレサ帽子のゆうまくん、ゆうまくん、ゆうまくん、ジョルブー、テレサうーん、11位、フジモンさん、みなちゃん好きなさ、あ、みなもフジモンさんのことが好きなぞ、おめでとう。10位、ゼッキーくん、イルミネーション行きやった、サッカーも楽しみなさ、おやった、みなもサッカー見れるのすごい楽しみ、一緒に観戦しようね、イルミネーションありがとう。9位、カズンドコ、ズンドコ、ズンドコ、昨日も、ん、一昨日っていう2日前もう公園もね、見に来てくれて、あのイルミネーションも来てくれて、いっぱい来てくれてありがとう8位、ホフマンさん、ホフマンさん、ありがとうございます。久しぶり、久しぶり、久しぶり、ろれつ回らなさすぎ、久しぶりに会えて嬉しいです。七井花ちゃん、だだだだ、違う違う、七井浜茶さんニュースでデュオが世界に見つかってしまう、見つかれるように頑張ります絶対見つからんよあ、六位、花ちゃん、今月はそばらず毎日ひなに部頑張るそう、お、全部見てるからね、よろしくね。5位、おっちゃん、ツイッターのプロフ画像を変えた、やっぱひな、やったー、おっちゃん、おっちゃんも公園来てくれてありがとう、また会いに来てね。そう、うちわが結構前の方で見えて嬉しい、うん、ありがとう。4位、カブラさん、福袋の特定でひなちゃん本人は当たりません、ひなちゃん本人は出ませんひなちゃん本人は残念ながらね、ちょっと当たらないんですけど、まあひなちゃんの何かが当たればいいなと思います3位、ジンフさん、好きなスパーカー、やったひなもちめマックスだよ、やった、昨日もありがとう、イルミネーション来てくれて嬉しいよ、だよ、また来てよ2位、のりしおさん、好きなぞ、シティライトスタンド2列目 OK でございます、今日も待ってます、楽しみ、嬉しい、ありがとう、来てくれて。そして今日の1位はドゥルルルルパーン、みほちゃんです、おめでとう、ありがとう、みほちゃん、みほちゃんなんだかんだ好きなさ、いや嬉しいうちわがねめちゃくちゃ可愛かったの、それが言いたかった、ずっとありがとう、あんな可愛いうちわを振っていただいて、岩田ひなはとても嬉しいです、タワーありがとうです、みほちゃん、はい、終わりたいと思います、そうそう、じゃあ名前だけ最後ブワーって読んでいきたいと思います、いきます。瀬戸京太郎さん、綾乃さん、ん、ケイジーさん、タイミングさん、ナポスくん、ハマチさん、ソラくん、ナオキくん、ナポくん、ナッカン、サンシュウくん、カズノコさん、ナリヒメちゃん、サマキさん、ジロくん、デムニャ、シュウくん、タッキーさん、シノッチさん、クロハネさんの、ナカンさん、ユウマメさん、ノリパンちゃん、スキン、コムケンくん、レモンくん、マトゥさん、リョウくん、トラくん、アウイヨークさん、マトゥさん、シュウくん、オージくん、シュンとゆうきさん、よろさん、なっかんさん、おちゃん、とみさん、ゆうぽんさん、ゆきくん、くろふねさん、りおんさん、かなちゃん、だだだむどうさん、
ねえ、おのおみちらめさん、イルさん、テレサ帽子のゆうまくん、タッキーさん、コロコロさん、ふくん、トラくん、よしきさん、かっちゃん、しっぱいパパさん、のりしおさん、赤はなさん、はい。じゃあ終わりたいと思います。皆さんぜひぜひインスタのフォローとかいいねとかコメントがあった大変よろしくお願いします。今日もね、岡山 vs 山口を山から完成していくので、皆さん来ている皆さん見ててねって感じです。ありがとうございました。好きだぞ、バイバーイ。またね。あ、ショールームのフォロワーも1万8000人ありがとうございました。これからもまだまだフォローしてない方はフォローよろしくお願いします。スペシャルギフトとお星様コメントも今日も全部ありがとうございました。バイバーイ。